駅入口古選橋から撮影コンテナホーム、熊谷貨物ターミナル駅は埼玉県熊谷市久保あざ宮田にある日本貨物鉄道の貨物駅である JR 高崎線が乗り入れている地上駅本線の南側 2km に広がる構内を持つ構内の熊谷方面から着発線、コンテナホーム、駅舎の順に並んでいるホームは2面3線がある ホームの南側には、貨車の研修庫、周囲には、JR 貨物の仕分け線、北側には、秩父鉄道の仕分け線がある。また、着発線が上下本線に挟まれた場所にあるため、着発線とホームを結ぶ線路は、高架線の下り本線の下を潜っている。駅舎内には、営業窓口の JR 貨物高崎営業支店、熊谷営業所や、 貨車研修箇所の高崎機関区熊谷ターミナル派出がある。校内の入れ替え作業は JR 貨物北関東ロジスティクスが担当しており、入れ替え同社か改造の上同社に転席したデジュー系ディーゼル機関車が2両を常駐していた。2019年には同社のデジューに変えて JR 貨物新鶴見機関区の HD300 系ハイブリッド機関車が配属された。常駐していた。 1513ありがとうございます。